はい、えー、ビジネス天国沖縄の時間がやってまいりました。えー、本日もですね、新座と哲也が、えー、番組の方をお送りしたいと思います。一時間お,きお付き合いください。この番組は ビジネスの世界で活躍する方々をお迎えして、ビジネスの秘密のノウハウをラジオでセミナーと題して聞いちゃおうという番組です。また、業界人はみんな知っているが、一般的には知られていないこと、非常識な業界常識など、ラジオではとても言えないことをあえてラジオで聞いちゃおうという番組であります。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは7 6 1 f m k o z a j p ファックスは098。 934-8653。FM、また FM 小座では、イーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。FM 小座のホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽にコメントください。よろしくお願いいたします。この番組は、ライフスタイルテクノロジー、フットセラピーエール、和洋菓子と惣菜の店、服屋、サンキャッチ企画の提供でお送りいたします。ということで、 えー、早速ですけどもですね、えー、オープニングの曲をですね、お送りしたいと思います。はい、えー、この番組でもですね、2回ですか、あ、いや、1回ですか、あの、一度、えー、ゲストで来ていただいてですね、えー、素晴らしい歌声を、とですね、その、の歌に対する思いがですね、すごくあの、感動した方なんですけども、えー、僕もね、すごくあの、共感する。 お話が聞けました。で、ですね、あの、沖縄県内でいろんなところでライブされているので、えー、聞いたこともある方も多くいらっしゃると思いますけども、ご紹介します。えー、久高ださとるさんという方ですね。はい。えー、それでは久高かさとるさんの曲をお送りしたいと思います。えー、曲名はですね、歩き続けて、 はい。 ビジネス天国沖縄をお送りしております。はい。皆さん、あのー、今日もね、お付き合いください。えー、もう、ゴールデンウィークがですね、ちょうど終わって、最初の、えー、月曜日ということでですね、皆さん、どうですかゴールデンウィークはどうだったでしょうかね。あのー、遊び疲れたという方もいればね、休みボケで、なかなか仕事に集中できないという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ただね、確実に仕事の日やってきますので、あのー、皆さん、気合い入れて、えー、頑張っていきましょう。ちょうどね、 えー、眠くなる時間帯でもあるんじゃないかなと思うんですけどね。あの、今日はね、天気も良くて、えー、すごくポカポカしてますのでね、えー、もうね、昼寝には持ってこいかもしれないですけどね、えー、仕事されてる方は頑張ってください。またね、主婦の方は特にね、洗濯病院でいいですね。僕ね、結構洗濯好きでね、あの、こういう日は洗濯したいなって思ったりもするんですけども、えー、今日もね、1時間。 えー、お付き合いくださいませ。本日はですね、また本日もあの、素晴らしいね、ゲストさんが来ていただいてますのでね、えー、ご紹介したいと思います。早速ですけども、えー、元マイクロソフト、あのね、誰もが知っているマイクロソフトでね、広報責任者をされていまして、あとフリップ、ピップモレス、 のですね、広報責任者もされておりました。もう広報のね、あの、広報一筋で、広報のプロ中のプロという方をね、今日はお迎えしておりますのでね、その裏話とかですね、僕もね、仲良くさせていただいてるのでいろいろ聞いてますけど、えー、スティーブ・ジョブズの、えー、裏話とかですね、あの、ビル・ゲイ,イツの裏話とかでね、いろいろいつも聞かさせてもらってますけど、本当にね、興味深いお話が聞けます。今日もね、ラジオで言える 範囲で、いろいろですね、言っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは早速ですけども、ご紹介したいと思います。はい。それでは、長谷川さん。はい。こんにちは。はい、こんにちは。本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。長谷川さん、あの、早速ですけども、簡単にですね、自己紹介の方お願いしてもよろしいですかあ、えー、そうですね。あの、僕は今ご紹介していただきましたように、えっと、広報、 と言って、えっ、ー、と、新聞社であったりとか、テレビ局にニュースであったりとか、情報番組で取り上げてもらうためにどうすればいいかっていうことを中心にやっている会社、モノスタイル。 っていう会社を那覇で、えー、と解説してますけれども、あとそれとは別に主に、あの、例えばプレゼンテーションをするときにどういうふうな格好でやった方がいいのかとか、あとはどういうふうな話し方をすれば相手に伝わりやすいのか、ということについてセミナーを開いたりとか、えー、それぞれ、えーと、そういった方に対して教えたりとか、えー、そういったことをさせていただいてます。で、沖縄に来ても気がつけば4年目なのかなまあ、まるまる3年近く経って4年目に多分入っていて、 まあ子供も今那覇の学校に通ってますし、僕もあの今まで東京で仕事したのを去年から辞めて、完全に沖縄で今、えっとビジネスをしてるという、あの沖縄ですとまあビジネスだと本当卵というかひよこというか、まだあの成長はしてないですけれども、皆さんと一緒に成長していけたらいいなというふうに思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。長谷川さんもうあの、大学卒業して候補一筋、一筋ということで。はい。 もう何年目なんですかえっと、僕が今年45ですから、はい、えと23年間、23年間,23年間ひたすらあの、広報という仕事を、まあ、たまたま縁があって広報という仕事をしてるんですけれども、今となってはすごい広報を選んでよかったな、というふうにやっぱり思いますね。すねえー、23年ですか。23年ですね。いやもうプロ中のプロですね。<laughs> まあそうですね。ですけど、まあ、あの、たまにメディアの方、まあ、新聞社の方であったりとか、はい、あの、テレビ局の人と話をすると、本当今まで、 やってたことではないやり方であったりとか、はいはい逆に気づかせてくれたりとか、非常にするので、毎日本当新鮮な、はい、あの気づきが非常にたくさんあるなというふうにやっぱり感じますね。なるほどですね。僕も、ね、長谷川さんと出会っても、どれくらいですか ?2 年目ぐらいですか 2> 2年目 ?3 年目ぐらいでか、ね。ですね。僕ね、長谷川さんと初めてお会いしたときは、確かね、沖縄と東京行ったり来たり。 そうです,、ね、ですね。週末は東京毎週帰ってきてましたね。週末は沖縄ですね。そうですね。平日は、えー、なんかね、ドナドナにね、そうね、週末の長谷川さんのね、あの、哀愁漂うがの背中をね、うん。そうですね。<laughs> そうですね。あの毎週なんかあの、あの、アナの、はい、あの、でしたっけ、ラウンジで写メ撮って帰りますっていうのうう <laughs> なんか皆さんから、寂しそうですね、っていうのをよくいただいてましたけど。<laughs> 東京に行くとね、ホームシックかかるっていうね。そうですね。で、それからね、あの、数年経ったらね、もう完全に、あの、沖縄を、えー、中心に。そうですね。展開してるということで。でね、あ、簡単ですね。ちょっとあの、広報っていうのがね、意外との、 例えば広告とかってよく聞くんですけど。ね、広報っていうのが、ね、あんまりこう聞き慣れないと思うんですけども、なんか違いっていうのはあるんですか、ま、すごい一番大きな違いから言うと、広告っていうのは、例えば新聞広告とか、はいはい、雑誌広告とか、テレビの CM とかってすごいわ、はい、か,かりやすいと思うんですけども、はいはい、企業の方々からお金を出して、 その紙面を自由に作りたいように作って自分の企業のアピールをするのが、まあ簡単に言うと広告なんですはいはいはい。で、それって、あの、お金が非常にかかるじゃないですか。はいはい。まあ例えば新聞広告に多分1回やるのに多分数十万とか、テレビの広告であれば枠を買うのに多分数百万とか、ね。はいはいはい。なんですけど広報というのは逆に言うと何を扱うかというと情報を扱うので、その情報が メディアの方にとって有益だメディアの方にとっってて有益っていうことイコール、それを見ている視聴者の方にとってプラスになるような情報なのであればそれほどお金をかけずにニュースで取り上げられたり取材をされたりするはい、はい、そのためにどういうふうな仕掛けをすればいいのかどういうふうな資料を用意すればいいのかどういうふうな説明をすればあのメディアの方に分かっていただけるということをやっているのが広報。 あすごいバクッとした言い方で多分言葉だけだと使いづらいなとは思いますけどはいはい、はい。でもあの、広報と広告ってちょっとあの、なんていうんですか、音は似てますけど、 全くくちょっと、ね、聞くと聞違う感じです、ね、そうですねねそ英語で言うと広告とアドバタイズメントじゃないですかはい、はい、で広報というと何かというとパブリック・リレーションとかコーポレート・コミュニケーションズて言って、うん、どちらかというとコミュニケーションなんですねはい、はい、なので先ほどお話ししたように情報をいかにやっていくのかっていうことがやっぱり一番大きなところなので、うん、そこをうまく使うことによってあのそれはあのよく広報って大企業だけがやればいいんじゃないの 言うと思うんですけど、そうではなくて、あの、町のね、お菓子屋さんもそうですし、町、はい、のネイル屋さんもそうだと思うんですね。例えば商店街もそうですし、うんうん、そういったところが、今までやっていた方法が広告だったとすれば、広告ではリーチってよく言うんですけど、はいはい、広がらないところに対して、どれだけあのお客さんに認知をしてもらうかってことを考えるのが広報なので、まあ、すごい面白いですよね。当然、その広告と広報っていうのは、やっぱり一長両短あるわけですよね。はい あの、例えば、広報のメリットっていうのは <laughs> 何なんですか、ね、広報のメリットで一番大きいのは、やっぱりお金が広告と比べてかからない。はいはい。まあ、ゼロではないですよ、ね。はいはい。当然、あの、僕みたいな方が、あの、世の中にはいるので、はいはい。そういう人たちがご飯を食べなきゃいけないので、はいはい、広報ってのはもあ,ある程度お金はかかりますけど、うん、広告と比べると本当に10分の1とか、はいはい100分の1のお金で、同じ効果以上のことができるのは広報ですけど、はいはい、あの、すごい短所と言われるのは、あの、広告って、皆さんの目に触れられれば、 あこういう会社がこういうふうなことをやってるんだってわかると思いますけど広報ってそこに行き着くまで実は半年から1年ぐらい地道な作業っていうのは実は必要であの記者の方とあのリレーションシップっていうのはまあ関係性をうまく構築できるかとかその情報があのこのタイミングでこの中身を出せば記事になるけどそこまで準備ができるかとかね。その辺のの辺ことを裏方のように やっていくっていうのがやはり広報なのでうそういう意味だとすぐ目に見えて効果が出るのはもしかすると広告なのかもしれないですけど広報というのはあのそういうふうに地道にやっていくがために逆に言うとそれが一旦世に出るとすごい効果を得られますしあと逆に言うとあれ記事として。 新聞紙面に載ったりとかするので、そうすると信頼性という意味では広告と比べて非常に高いと、はい、いうことが一番大きな違いないんじゃないでしょうかね。今、はい、あまあ、ちょっとお話を伺ってて思ったんですけど、はい、ということは広報で長期的に戦略的にこう会社のイメージを作っていくと、うん、逆にこう広告を出したときの効果も上がるというのを期待されるわけですよね。そうですねあの広告ってどうしてもお金があれば、はい、あの続けることできますけど、はいはい 逆に言うと、広報はお金をあまりかけないで、長くやることができるので、広報をベースにずっとやっていて、どうしてもこれが売りたい商材が出てきたとか、新製品発売するという時に広告を打つっていう方法をやると、両方とも相乗効果が得られて、非常に大きな利益を生む可能性が非常に高くなってくるということがやっぱり言えるんでしょうね。なるほど、なるほど。やっぱりこう 取材っていうのは、なんていうんですかね、お金を出してやってない分ですね、うん、やっぱりこの信頼性とかもやっぱり高いわけですよね、そうですね、すね特に取材っていうのは、テレビの話をしますと、はい、テレビってあの、絵作りってよく言われるんですけど、はいはい、どういうふうに見せれば視聴者にものが伝わるのかいうこともやっぱり考えなきゃいけないので、そのためにはどういうふうなものを用意するとかね。うんうん 例えば、新しいソフトウェアが発売しましたって言うんですけど、はいはい、ソフトウェアのパッケージなのか、それともそれをパソコンにインストールして、前と比べてどう変わったのかってところまで見せられると非常にいいよな、ね、っなるほど、比較をするっことですね。そうですね。ら特にあのメディアの方が、まあ、メディアの方が聞いてらっしゃると思うんですけど、はい、一番いいのは日本初とか、うんまあ沖縄県内では沖縄県内初とかね。あとは、あの、 以前の同じ製品と比べて3倍早くなった。と、そういったのが数字上で表されて非常に効果的にはなるんじゃないかなというふうには思いますね。なるほどね。特にね、ここ沖縄でね、広報してるって僕聞いたことないんですよ。<laughs> あんまりですね。そうですね。僕もまあ今仕事してますけどもね,ね、はい。逆にそういうのをね、どんどんあの、浸透していってほしいですよね。そうですね。逆にあの、経営者の方にとっても、あの、皆さん会社を考えていただくと、 誰の言葉が一番重いかって考える、はい、やっぱり経営者の方、うん、社長の言葉が一番重いじゃないですか、はいで。その方がどういうふうなメッセージを発信してるかっていうのは、対外的にも重要なんですけど、はいはい、実は社員に対しても非常に重要なんですね。なる,なるほど、なるほど。よくあの まあ英語になってしまいますけど、エクスターナルコミュニケーション、これ外向けの話ですけど、もう一個インターナルコミュニケーションってあって、社員であったりとか、自分たちがあの出資してもらっている株主に向けて、どういったことを出していくのかってことも実は重要な一つの要素になってくるので、経営者にとってやっぱり広報ってのはやっぱり、 覚えてほしいなるほど一番重要なスキルなのかなという気はしますねそう考えると SNS とかもすごく重要になってくるわけですよねそうですねあのよくご相談を受けるのが、はい、SNS ってあの日本は特に匿名性が秘匿性ですよねはい、はい、匿名で書くっていう人がやっぱり多いので、うん、実は炎上しちゃったりするわけじゃないですかその場合に炎上に対してまたそれを返していくと実は また炎上しちゃうっていうあのネガティブな面もあるんですけどそうではなくて自分があのしっかりしてるんであれば自分が言いたいことを真摯にずっとあの 情報だけを提供していくと方法もあるし、そういった炎上しそうなネタについていちいちリアクションするんではなくて、本業でしっかり返していくっていう方法をやっていった方が、<ー>逆はあの企業にとっても非常にメリットになるんじゃないかなと気がします、ね、な,るなるほど。その対処の方法っていうのはすごく重要になってくるわけですよね。うん、そうですね。ちょっとしたあのボタンの掛け違いで、はい、あの炎上もするし、逆はそれがプラスになる場合ってもやっぱりあるので、はい、言葉遣いもそうですし、はい、その出すタイミングですよね。うん、だからあの。 よく、まあ、某大手あのハンバーガーチェーンがなんか何年か前に騒がれたと思うんですけどあの場合ってやっぱり社長が謝るべきタイミングで謝ってないしよくセミナーとかでもお話をさせていただきますけど、はい、その時にやっぱりちゃんとしたタイミングで話をしないとやっぱり伝わらないし、うん、逆に世論の方がね 違う形で形成されてしまうと、それを覆すっいうのはやっぱり難しくなってしまうので、ちゃんとしたタイミングで、ちゃんとしたメッセージを経営者が発信していくっていうのはやっぱり重要なのかなというふうに思います、ね、それをやらないと、ある意味、こうなんていうんですかねあ、ある意味、こう勝手な想像とかでメディアに流されると、そういうふうに世論がなってしまうとう、ね、うね、なってしまうと、逆にせっかく正しいことを伝えても、それがあの歪んだふうにしか伝わらないんですねはいはい、はい。 皆さんもだからあの人がなんか変だよねっていう風なイメージを持って見るのと何も見ないでまっさらな形で見るのと印象が違ってくると思うんですよねマイナスの時点から始まってしまうとうですねそ,そ,そ,そうではなくてやはりあのもし何かあった場合というのはちゃんと自分が、まあ、経営者はちゃんと説明責任っては当然ありますからそれに対してちゃんと説明をするというのがやっぱり重要かなとそれはあの伝え方とタイミングが重要だということですね,ですね,ねただねあのー。 ん、ね、僕、冒頭にもちょっとご紹介したんですけど、あの元マイクロソフトだったりとか、はい、あとあのフィリップ・モルストリーだったりとかですね、もう他にもね、そうそうたる会社で勤めてきてて、すべ、はい、てこうあの世界を代表するような企業でされてきてるじゃないですか、はい、多分ね、ラジオの前の皆さんっていうのは、だいあの中小企業の経営者の方とか。はい それこそは個人事業主の方だと思うんですけども、やっぱりこのマイクロソフトであの使ってたこの広報スキルっていうのがその小さな会社もしくは個人にもあの必要だって感じる部分っていうのはどのあたりなんですか。やっぱり一番大きいのはあの皆さんやっぱり何か新しい先ほどお話ししましたけど何か新しいものを出すときすぐ広告に寄ってしまうんですね。で広告に寄ってしまうとあの確かに楽なんです。はい なぜかというと広告出せばその跳ね返りというかねその反動というのはやっぱり出てくる,はあるんですけどそれってやっぱり続かないんじゃないですかですけど広報というのは地道にやることによってすごい最大限の効果を得ることができるのでまさに個人事業主の方であったりとかあとは中小企業の人にやってもらいたいものですねでそこで先ほどお話があったマイクロソフトの広報と中小企業であったりとか個人事業主の広報って違うのか。 っていう多分ご質問が多分出てくると思うんですけど、やってることは実は一緒なんですね。えー、全,くす全く一緒ですねあの何をしなければいけないかというと、はいまあ、新聞社であれば、まあ、県内であれば、沖縄タイムスかはい、はい、琉球新報、うん、どちらかの新聞社に足しげく通う、あの足通う足いうって実際行ってもいいんですけど、あの記者さんも時間がないので、うん、例えばこういった情報があるんですよっていうのを電話でもいいので。うん 自分が持っっってていいるる担当っていらっしゃるんですね例えば沖縄市であれば、まあ、目の前に「沖縄タイムス中部支社ってありますけどあそこには実は沖縄市の担当の記者さんがいて沖縄市のことであればその記者にコンタクトをすれば大体情報提供ができたりとかするので、はい、そういったことでこまめにあの情報っていうのをちゃんと発信していくっていうのはやっぱり必要ですよねはい、はい、それは大企業であれ中小企業であれやはり一緒のことなので、えー、やってることは全く同じですね。 あそうすることによっては信頼関係とか生まれてくるんですそうですね。あ,あ、なるほど、なるほど。それをもう地道に。地道にひたすらやり続けるっていうことですね。ということはあのー、広告はこう短期で結果が出る。はい、でも、この一過性のもので、はい、広報っていうのは時間はかかるけど、結構長く続く、ね、っいうイメージでいいんですかね。だからそうすると、あのー 広報で何がメリットが生まれるかというと、長く付き合えば付き合うほど、その人のことはが分かり合えるじゃないですか。うん、そうすると、新製品が出した時に、他社と比べて優先的に取り扱ってくれるっていうのも、まあ、人間なの。はい、なるほどあり得るっていうことは可能性があるわけですはい、はい、あともう一つは、もし不祥事とかあった場合に、あの、ちゃんとしたことを今まで情報提供していれば、 世論が変わる前に、ちゃんとした情報を、あの、新聞なり、テレビなりでちゃんと放映してくれるので、うん、そういった意味合いで言うと、リスクマネジメントっていうのも実は広報でも対応することができる。なるほど。で、両面持ってるので、非常に有益なツールの一つではないかな、というふうにやっぱり思います、はい、あの、マイクロソフトとかね、すごいビッグネームが出てきたんであれなんですけど、やってることは、何らか普通の、ね、人間関係の作り方と全く一緒なわけですね。だから、あの、よく、 皆さんからご相談を受けるのは、はい、記事にしたいんですって言われるんですけどはい、はい、今までどうしてましたかってお話をすると大体あの代表電話に電話するんですねうそうするとそこに出た方って大体あの担当の持ち回りの記者さんかもしくはあのバイトの方が大体出られるのが多いのではい、はい、そうすると大体ファックスを送ってくださいとかはい、はい、メールを送ってくださいって言われるんですけどそれで送るじゃないですか。皆さんそううすると同じような問い合わせが 100件も200件も毎日新聞社とかテレビ局ってあるんですよはい、はいで。そうすると送った側は送ったっていう事実は残るけど、結局受け取った側はそれを見てるかどうかって分からないじゃないですか。うんうん、なので、そうではなくて、直接持っていくとかね、あとは直接担当の人のメールアドレスをお伺いして、その人向けに送って、直<で>その後そうです。で、電話でフォローをするとかっていうふうに、段階を変えていってアプローチすることによって、その可能性を上げていくんですね。なるほど。そういうの実はあの毎日あるっていう。 毎日一日,に日やる。に。<laughs> なるほど。あのー、よく、あなんて言えばいいんですかね。あの、僕も23年やってるとお話し,しましたけど、広報、はい、って100回打席に立って、1本タイムリーヒットを打てれば、すごい確率がいいんですよ、ねはいはい、なぜかというと、お金がかかってないわけです。まあ、ノウハウであったりとか、あとは、あの、交通費とか行いきますからかかりますけど、それで、例えば広告と同じような、それ以上の効果を得るんであれば、例えばテレビに1本、 例えば3分ぐらいのニュースが出ましたと、はい、それを広告で考えた場合に数百万とかそのくらいの効果が実はあるわけじゃないですか,、はい、かそれを考えるのであればそのためにじゃあ今やることはどういう,ふうにやっていくのかってことを地道にやっていくっていうのはやっぱり広報ですしそれは中小、大企業でも全く変わらないですねなるほどそれを23年やってるわけですよね長谷川さんね、ね僕よく長谷川さん飲みに行って飯食ったりするじゃないですか。はい その時ね、結構電話かかってくるんですけど、はい、今ね、TBS のディレクターとか、はい、ね、結構そういう方とか電話かかりますね。る、うん、じゃないですか。23年やっていく中でね、この間ボソって言ったんですけどね、なんか3000人ぐらいの人脈ができたっていうことあ。そうですね。あの、メディアリストって言われるものを自分で管理していて、はいはいはい 例えばあのビジネス系でいうと日経新聞誰あるじゃないですか日経新聞の産業部の誰々さんい記者があのメールアドレス会社の電話番号携帯電話というのを実はリストで持っていてで何か困った時にあると相当相当って分かりますあの自分であの検索をしてでそこで必要な人にピンポイントで送ると実は記事になる確率が上がるというのが蓄積してあるんですねでまたその記者,があの記者もあのサラリーマンですから。 部門が変わるじゃないですか、うん、でその度ごとにコンタクトをメンテナンスしていくっていう地道な面倒くさい作業っていうのもやらなきゃいけないんですけど,ど,どそれをやることによって逆に言うと記事になる確率を上げていくてい確かに部署が変わったりいろいろしますもんねそ。そうするとその人から新しく来た新任の人の紹介をしてもらうっていうふうにできるとそれがだん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 広がっていくのでだから非常にあのリストとしてはあの大量にも なるほどそれも23年間の積み重ねということで、ね、かいろんなフィールドで例えばなんていんすか、ね、さっきタバコ会社の話がありましたけどはい、はい、財務省とか厚生労働省の記者クラブの所属の人であったりとかあとはあのマイクロソフトであれば IT 系なのではい、はい、情報通信なの総務省なんですねはい、はい、そういったその辺の記者であったりとかっていうのはアリストとしてて持ってますよねやなるほどいやまさにピンポイントで情報を届けることができるいうことですね。 なるほど長谷川さん、あの僕一度ね、あの何年か前に2回一緒にコラボで講演会させていたいたんですけど、その時もね、いろんなノウハウを細かく、えー、教えていただいたんですけど、はい、今後、ね、そういうセミナーとかもやる予定はあるんですかそれ今、今、ピンポイントでっていうのはないですけれども、今度5月の11日。はい あのウルマ市の倫理法人会さんからちょっと呼ばれていて、朝6時からなんですけど、はいはい、でそこで、えっと、今お話ししたような話をちょっともう少し長めに、1時間ぐらいでちょっとお話しさせていただくことには一応なってなるほど、あれ無料ですもんね。そうですね、はいえーっと。いつでしたっけ5月の11日、11日朝,6時朝6時ですね。 ぜひね、あの、興味ある方は参加されていいんじゃないかなと思いますね。その後またね、食事もしますので。そうですね、あの、直接、ね。したことを聞いていただければ。はい。その時はね、<の>完全無料ですので、あの、こんなチャンスはないと思いますので、ね、ぜひ参加していただければなと思いますね。はい、なるほどですね。なんかね、あのー、話が楽しくてあっという間なんですけども、後半ね、あのー、もっとね、突っ込んだ話をね、していただきたいなと思いますので、はい、一旦ちょっと CM いきますので、はい、また後半の方よろしくお願いします。はいはい はい。えー、ビジネス天国沖縄をお送りしております。はい。引き続き後半、長谷川氏にお話を伺っていきたいと思いますけども、長谷川さんまた後半よろしくお願いします。はい。あのー、前半ね、いろいろお話を伺ってきたんですけども、僕は長谷川さんからいろいろお話を伺って、あまりね、沖縄ではあの、耳慣れないというか、聞き慣れないというか、あの言葉に、メディアトレーニングっていうのが、はい、ありますね。あるんですけども、はい、その辺のお話をちょっと、 メディアトレーニングっていうのは具体的にどういうことを言うんですか簡単に言いますと、あの、取材を受ける時であったりとか、はい、あの、プレゼンをするときに、えっ、ー、と、どういった、あの、方法で、はいはい、あの、話をすれば、相手に正しく伝わるのか、ってことをするトレーニングなんですね。特に、あの、まあ、メディアトレーニングって言われてるのは、テレビの取材であったりとか、はい、あとは新聞の取材であったときに、言っていいことと悪いことっていうのもあるじゃないですか。あとは、あの、同じことを言っていても、 人間ってやっぱり忘れてしまうので、どういう風な話し方をすれば、あの、記憶に残るのかっていうやり方があって、その中にフラッギングとかね、ブリッジングっていう実はテクニックがあって、それについて説明をするのが、あの、ま、メディアトレーニングですね。それとは別に、例えば今、あの、ちょっとライブキャスト、あの、で、ライブで放映してますけど、例えば、ま、見てる方はわかると思いますけど、これを、 後ろにしたりとかね、はいはい、前にしたりとかすることによって、印象が非常に変わってくるんですね、取材を受けたり、あの話をするときに、どういったあの態度でそれに臨めば、相手にとって、すごい、まあ、フェイバーというか、すごい受け入れやすいような、うん、あの環境が作ることができるのかであったりとかっていうことを教えるのがメディアトレインでもこういうのっていうのは、例えばあの、特に経営者の方とかですね、あの組織のリーダーとか、そう,ですね、そういうあの人前によく出る。うん 仕事されている方いるじゃないですか。はい、まあ仕事じゃないにしても、例えばですね、あのー、まあ、身近で言えばこう、議員さんとか。そうですね。市長さんとか。そうですね。ね、村長さんとかね、うん、あの、県議の方とかね。そうですね。あとね、知事とかね。そうですね。大きいところだ知事とかそうですね。そうですね。知事だと、知事がそういう、それをやることによって、やっぱり、あのー、極端な話で言うと、あの、沖縄県のイメージになりますもんね。そうですね。あのー、やっぱり沖縄県、 県ってまあ、僕は移住してきた身なので、特にそう感じるのかもしれないですけど、あの、東京であったりとか大阪にいて、はい、ニュースとかを見るじゃないですか。大体ニュース流れるのは、まあ、知事の発言とか、はいはい、知事が例えば総理大臣とあの会ったとか、それがニュースが流れるんですけど、はいはい、その時の態度であったりとか、あとは姿、格好、あと話し方によって、はい、あ今沖縄でこういうことが起きてるんだっていうのは、実はそれを通して、でしか判断することができないんですね。はいはい、ですけど、 同じように知事にしろ市長にしろ、はい、まあ議会の議員の方にしろ皆さんってやっぱり毎日接しているわけではないのでその方を通して県の県政であったりとか市の姿勢であったりとかねあのそういったことをやっぱり感じるわけじゃないですか,だからその人の話し方とかあの身振りであったり態度であったりとかによって多分その死を表すっていうかそれを通して見るのがやっぱり。 あの、僕たちも含めて、一般の方なので、本当、はい、ぜひそういった方にも、そういったメディアトレーニングなのか、あの、ビヘイビアトレーニングなのかわからないですけど、うはい、そういったことをやっていただくと、より多分洗練されて、非常にいい印象を持つことになるんじゃないかな、というふうにやっぱり思いますね。特に重要ですね、これ。重要だと思います、ね。なかなかない、そういうトレーニングっていうのはね、聞いたことないのでね。そうですね。 県知事の方がこうやると、はい、県外からこういうイメージを持たれるということがあると思う、まあ、よくもあくも悪くもですけど、はい、それはね、さっきの話と通じると、ですね例えば、沖縄県民に対してもそういうことですよね、同じです、ね、内側に関に対してもです,、ねすね。なぜかというと、やっぱり、県を代表してる人、市を代表してる人が、ああいう人なんだ、はい、こういうふうなイメージを持ってるんだっていうのは、やっぱり県の人もやっぱり見るわけであって、はいはい、当然、市の人も見るじゃないですか、はいはい、そうすると、その市の活性化とかね、<laughs> そういったところもやっぱり、 あの議員さんだったりとか、市長さんを通してやっぱり感じる方ってのはやっぱり多いと思うんですね、はい。いや僕がこういうこと言ってはあれですけど、選挙の時だけではなくて、日々活動されていることをやっぱり市民の人に分かってもらうっていうのは、やっぱりあの議員の人のね、務めだと思うので、そういった人にこそやっぱりこういったトレーニングってやっぱり受けてもらいたいなっていう気はやっぱりしますね,すね。なかなかね、そういうのが大切っていうこともなかなか知らないでしょうし、で知ったところでね、どこでこれを学べばいいのかっていう話だと思うので、うまあぜひね、あの、 2> 2回長谷川さんんとややっったたですけどね今後も、ね、なんか機械を作ってまたやりまりしょうかそうですね。<laughs> ぜひ、お願いします。DVD も実はねあ。ありますね。ねあの、僕と長谷川さんの、ねね、DVD がちょっとね、今販売、発売中、絶賛発売中なんですけどもね。その中でもね、あの、その話されてますもんね。で一部させていただいてます、ね。はい。あの、その時は、あの、写真とかね、動画とかで、そういうのを交えて説明してるので、なおね、わかりやすいかとい、ね。そうですね。思いますね。なるほど。特にね、 今まで沖縄にはなかった話だと思いますのでね。あのー、 知ってもらいたいですね。特に重要なポジションにいる方々は、ね。そうですね。特に、あの、経営者の方もそうですけど、はい、やっぱり、まあ、沖縄で言えばそうですね。まあ、例えばこの沖縄市、今、これ、コザ周辺じゃないですか。はいはい、まあ、ちらって、まあ、いろいろなお話を伺うわけですよ。僕も仕事をしているので。そうすると、例えば一番街はい、はい、であの、昔は栄えていたけど、すごかったですよ。<laughs> すごかったですけど、今は、なんか、まあ、シャッター通りみたいな状態になってるんですけど、はいはい、そこを、じゃあ、活性化するには、うん、ただ単に箱を作っては意味じゃないわけじゃないですか。はいはい、そのためにじゃあ人をどう やって集客をするのかって、うん、やっぱり広報と広告、はい、両方うまく使うっていうのはやっぱり重要ですしそれを多分市民に訴えるっていうのはやっぱり。あの 議員の方であったりとかね。はいはい、あとはリーダーになっている方がやっぱりどういうふうに話をするかによって伝わり方が変わってくるので、そういったところもやっぱうまく使っていったらいいんじゃないかなって気がしますね。そうですよね。僕もね、僕はの地元なのでね、あの、僕が中学、高校ぐらいまでは凄かったんですよ。うんうん、だからね、あの、個人的にはね、あの、もっと活性化してほしいと思ってそうですけど、ね、例えばあの、ここで何かを活用しようと思った、例えばいいアイディアが出たとしても、さっきの話だと、広報と広告っていうのをうまく絡めないと、うんうん うまくいかないわけですよね。そうですね。はい。どんなにチ地があっても、やっぱり伝わそうそうです。<だ>やっぱ伝わる、伝わって相手に理解してもらわない限り、人は来ないじゃないですか、はい。そうですよね。また伝わり方っていうのがよくないですね。それがマイナスになってはいけないし、やっぱりそれがプラスになるような伝え方っていうのはやっぱり考えていかないと、はい。はいはい、せっかくいいものを作っても、あの、そこが伝わらなかったら意味がないものになってしまうので。なるほど。そうなると、あれですね、あの、やっぱり企業だけではなくて、その行政とか。うん、そうですね。例えばここ沖縄市なんですけど、沖縄市の広報とか。 そうですね。大事になってくるわけですね。大事だと思いますよね、えー。いっぱいいい資産があるわけですから、はいはい、そこをどういうふうにうまくやっぱり利用していくっていうのはやっぱり重要なことなんじゃないですかね。なるほど。沖縄市もね、いいところいっぱいありますもんね。そうですよね。はい、よくあの子供連れて子供の国行ったりとか、あの、ついこの間も、まああれか北中ですけど、はいはい、あの、小寂しさ行ったりとかねあの。結構いろんなところがあったり、まあ、はい、いろんなふうな ことができると思うんですよね。はいはい、ちょっとした公演も多いですし、はいはい、あとはね FC リルキューさんの地元でもあったりとか、そこをうまくミヌキングスもそうだ、ね、し、それを考えるともう少しうまく。 伝えることによってて県県内だけじゃなくてね、はい、県外からのそうですね。そうだと、長谷川さんのことね、あの、3000人の人脈をね、活かして,て、ね、そうですね。スポーツライターも当然いらっしゃいますし、はい、スポーツ紙もそうですしね。いやぜひ、長谷川さん、ちょっと沖縄市の候補お願いできませんかねいやあの、ぜひ、お声掛けいただければ、<laughs> ぜひ喜んで <laughs>、やさしていただ僕はね、<laughs> そういう、あの、決定権ないんですけどね。うん、一市民としてね、ぜひお願いしたいですね。うん、ですね。もったいないですよね。はい。 ぜひぜひ、あの、まあ、ね、一般の方は企業だけじゃなくてね、そういうね、まあ、行政が、あの、いい候補が、で、あの、人が集まるとね、当然企業も活性化しますし活性化するし、効はありね、そうするところ雇用もね、はい、促進されるでしょうし、はいはい、あの、まあ、いい効果が、すごい期待されるんじゃないかな、という気はやっぱりしますよね。なるほどですね。じゃ特にね、その,あの、リーダーと呼ばれる方々はね、絶対そういう重要性とか、スキルの効をね、ね持っていただきたいと思いますね。 じゃぜひ、あれですね、長谷川さん、ちょっと近いうちに何かやりましょうか。そうです。<laughs> またセミナーも含めて。<laughs> <laughs> 結構ね、あの、2回やりましたけど、結構ね、多くの方が参加していただいて。そうですね。はい。まあ、関心があるんだな、ということでね、やりたい、思ったんですけどね。長谷川さん、じゃあ、今後の活動としては、どんな感じで考えてるんですか僕は今、あの、県内の、まあ、企業さんといろいろ、まあ、広報について、はい。あの、やらさせていただいたりとかしてますし、あとは、昔からお付き合いがある、あの、 まあ、東京のクライアントさんもいらっしゃるんですけど、あとは、まあ、今言ったように、僕もやっぱり営業をかけたりとかしなければいけないし、はいはい、お客さんはやっぱり、あの特にやっぱり沖縄を活性化したいっていう気持ちもあって、実は移住してきているので,で、そこをうまくできるような、あの、お客さんと一緒に仕事ができたらいいな、というふうにやっぱり思いますよ、ね、なるほどですね。もうね、沖縄は県民ですからね、長谷川さん県民ですね。まあ、逆にあれですね、あの、県内あ、国内に限らずね、世界的にも。そうですね。はい。ま、まあ、長谷川さんね、 世界をまたにかけてビジネスをしてきたわけですので、また、世界から見た沖縄とか。そうですね逆にインバウンド、アウトバウンド多分、よく言われてることだと思いますけど、やっぱり海外から沖縄に来る方も、どうしていいかわからないし、やはり日本語ってすごい難しいじゃないですか、逆に僕たちが英語を話すよりも、もしかすると、彼らが日本語を話したり、日本の文化を理解する方が、もしかすると難しいかもしれないので、そういった方々に対してもやっぱりサポート。 をするっていうのも一つの、まあ、沖縄を活性化するために必要なことなんじゃないかなっていう気はしますよね。なるほどですね。それもね、伝え方とかですよね。そうですね。向こうがどういうふうに印象を持つかっていうことですね。まあ、せっかく来たらね、やっぱり楽しんで帰ってもらいたいので、ね、そうですね。それがリピートとか紹介にもつながると思いますもんね。うん、なるほど。今、あの、実際に、例えばです長谷川さんにこういうことをお願いしたいとか、広報をお願いしたいとかっなると、はい、それはあの、長谷川さんに依頼するとやってもらえるんですか そうですね今のところは多分すぐ、まあ、お話を聞いてね、はい、その,あのお客様がどういったことをやりたいのかってところにもよりますけど、はい、基本的にはあの受,ける受けるというかあの、やらさせていただくっていうのは基本的な方向性なので、なるほどね、ですけどやっぱり広報って、あの今日契約しました、じゃあ明日から効果出ますかって言われると、はい、そこはあの正直あの出ないですよね。 半年であったりとか一年ぐらい、うん、あの、地道にやる必要があるので、そういったことをやっぱり理解していただいた上で、あの、仕事をしていくっていうのが一番多分重要なのかなという気はします、ねうん。確かにあの、広告という感覚で来られたらちょっとね、違うかもしれないですね。厳しいですよね、はい、そこはね。うん あの、本当タイミングが合えば、はい、本当明日とか明後日とかニュースに取り上げてもらったり取材をつけるってこと多分できると思うんですけど、果たしてそれがその会社にとっていいことなのかって、はい、また考えなきゃいけない、ね。そうですよね。メディア使い方でね、でね間違えると,っとあれですもんね。特にテレビとかで取り上げられちゃうと、お客さんがすごい来るじゃないですか。はいはいはい。その時に、そのお店がね、その、来た、 人数のお客さんを裁けるだけの体力があるかどうかっていうのも多分大きな問題らしい。その辺もやはりあの社長も含めてね。うん、いろいろ経営者の方と話し合いながらやっていくっていうのは一番大きなところだと思います、ね。なるほどね。ということはもしっかり打ち合わせして。そうですね、はい。会社の方向性とかも確認しながらということですね。そうですね。なのでよくまあセミナーでお話し,してますけど、広報戦略っていうのは,はい、はい、あのまあ企業の。 本当の営業戦略であったりとか、うん、あとは財務戦略と同じで広報戦略っていうのは重要なんですよ、はい、ってよく言うのは対外的にどういうふうにしなきゃいけないかってことは結局、体内的にも準備しなければいけないのでそこはやはり経営者の方々にやっぱり理解して、はい、ちゃんとしっかりその辺の戦略っていうのも練っていただきたい部分ではありますよね確かにでも一般的には、ね、なんかあの普通にちょっとテレビ紹介されたりとか。うん あの新聞に取材を受けたいとかってね安易に、ね、考えちゃうっていうのが一般的だと思うんですけどそ,す、ね、それは裏を返せばリスクも伴うよってことい、ね、うってこともありますしあの先ほど言いましたけど。あの タイミングさえ合えばどんなネタでもという言い方には語弊があるかもしれないですけど、はい、ニュースにはなるんです、ね、はいはい、記事にはなるわけですよ。ですけど、それを良しとするか自分たちが伝え,たい伝,う伝えるべきことをしっかり伝えるような特効のタイミングまで待つのか、うん、多分それも多分経営判断の一つになってくると思うので、うん、そこをやはりあの打ち合わせをしながらしっかりとやっていくっというのは結構、あれですねがっつり打ち合わせ必要ですね。 なるほどですね。はあ、でもあの本当にあの長谷川さんで、ね、今後の本当の、なんていうんですかあの、活動がすごく楽しみですし、僕もね、すごく期待してるんですけども、やっぱり長谷川さん的にはこの企業だけじゃなくてあの、行政とかでもやっぱ OK なんですよね。そうですね。あの、まあ、すごい、これも伝わり方がすごい難しいんですけど、あの、成人に介入するってことは実はしたくないんですね。 ですけど、あの、その人、例えば議員さんであったりとか、はい、その県であったりとか、その死を良くするものであれば、喜んでお手伝いさせていただきたいなっいう気がしますね。なるほどです。長谷川さん、ここであの、ちょっとメールが届いてまして、はいはい、えー、よろしいですかはい。お名前が春さんっていう方なんですけども、はい、パーソナリティの皆さん、こんにちは。受け取り側との考え、感じ方は確かに異なりますね。ちなみに、記者の方々は、名刺には自身の連絡先も付け加えているのがほとんど何でしょうか 記者さんの名刺、まあ、一般的にあるのは、え例えば、何々部ってあるじゃないですか、はい、政治部とか経済部とか社会部って、そのデスクの番号とか、まあ、代表番号があって、はい、記者によってはあの携帯電話とかね、あの名刺の,あのメールのアドレスとかがついているので、はい、そこをあの名刺交換をさせていただいて、その人にコンタクトをするっていうのが通常です、ね、あな,なので、あの答えから言うと、あの連絡先は書いてあります。あ書いてあるなので 直接お会いするっていうのがメリットになるんですねなるほどですねやっぱ人間ですもんねアウトとは全然違いますよねあ、ね、とそうすると次に連絡するときにあこの間ありがとうございますっていうところから入れるので非常にコミュニケーションが取りやすくなるっていうことですねはいわかりましたあのもう、はい、一つ来てるんですけど、はい、同じく原さんからなんですけども、はい、ご質問ありがとうございます、えー、広報と広告それぞれ得意な伝わり方があると思うのですが両方を扱う場合それぞれどのような えー、注文をすると相手に伝わ,る伝わりやすくなるのでしょうかということなんですけども、えっと、広告は、まあ、簡単に言うと絵で見せるというかイメージで見せるのが多分重要でイメージでイメージですね、はい、例えば、えー、一番わかりやすいのこれ宣伝になってしまいますけどお菓子五点ってあるじゃないですかあれってあのひたすらテレビでも流れてるしあの女の子が踊ったり頭にすごい残るじゃないですかあれもイメージなんですよね。はい あの曲を聞くと多分お菓子御殿だよねっていうふうにイメージがつきます、ね。そうで,す、ね、でそれするとそのあのお土産屋さんというかねあの。 タル思いい出されるわけじゃないです広報は逆にそれはおいしいのかおいしくないのか、はい、それはリーズナブルなのかリーズナブルじゃないのかとかね、うん、そういった深く突っ込んだことをどういうふうに出していくのかってことが非常に重要なんですね、うん、でそこに対して例えば去年と比べて何倍売れているのかとかね、うん、そういったあのデータっていうのも提供するっていうのが広報になります、ね、広報ということですねはいえー、よろしくいいでしょうか春さん あの、ということですので、ぜひね、あの、候補、取り入れてみてはいかがでしょうか。ぜひ。ということですね。あとね、ツイキャスからもね、あの、リスさんから来てますよ。ホームシック社長って、もうだいぶ前に来てますけどね。最初の方だと思うんですけども。もう今は大丈夫ですよ。今は大丈夫ですね。毎日、あの、家族と一緒です。あ、せさんね、あの、子供が大好きでね、子供と遊びたい。そうですね。あと思うんですね。たまにイラってするときありますね。それはもう知らないですね。 なるほどですね。ただ、ね、広報と広告っていう違いがね、今日あの分かったんですけども、やはりねあの、広報と広告を両方取り入れていくていついついね、混同しちゃおうと思うんですけどね。ねあとね、あの大企業がやるっていうイメージやっぱりあると思います。やっぱりそこは、大企業だけではなくて、本当、個人事業主もそうですし、はい、あの自分が扱っている商材をいかに消費者に伝えるのかっていうのは、大企業も中小企業も全く関係ないんですよね。はいはい いいものをどう伝えるかってところだけフォーカスするのであれば、やはりそれは、あの、広報っていうのはやっぱり重要になってくるので、そこをちょっと取り入れるだけでもしかすると大きな効果が得られるのかもしれないですね。はいはい。なるほどですね。これ、長谷川さんに仕事を依頼するときっていうのは、もう、あれですか、あの、このモノスタイル、ね、そうですね。はい、はい。なるほどです。まあ、あの、番組ですので、僕を通してからでも全然構います、ね。まあそうですねあの。信者さん通していただいても全然いいかと思います。はい ま、基本的には、いつも二人でガチャガチャやってますのでね。そうですね。<laughs> <laughs> 僕でも全然、い。構えます。<はい S 1> ま、僕ね、お話を伺って、ちょっとあの、ね、ご希望があえれば、長谷川さんのお力を借りることができるんじゃないかな、と思いますね。長谷川さん、ちょっとあっという間でね、もうター6本になっちゃいましたね。早いですね。はい。あとなんかあの、長谷川さん、お伝えしたいこととか、ありますか お知らせしたいことは先ほどお話しした5月11日にうるま市の倫理法人会で、はいえっと、セミナーをやりますのであの朝早いですけどあのお時間がある方はぜひあの来てくださいとそうですねあのラジオでは伝えられなかったあのことがねあの画面を通してあの写真とかね 写真見るとまたね、説得力が全然違いますもんね。そうですね。やっぱり目で見るっていうのはやっぱり重要なのかなという気がしますね。はい、そ,うそうですね。ぜひね、5月11日、朝6時。あの、乳酸は、うるま市の乳酸は,は、結婚式場乳酸は。そうですね。そうですね。はい。はい。ぜひ、あの、ご参加ください。無料ですので。はい。長谷川さんのセミナー、はい、普通に受けたら高いのですね。ハハ <laughs> クサンスだと思いますね。あと僕から一件ちょっと、あの、はい、僕もね、あの、実は講演会をしますので、ぜひ。 え、ご興味のある方は。あと、ビジネス、あなたのビジネスに強烈を作る名刺ホームページブログということですね。名刺とホームページブログのですね、あの、融合ということで、新しい、えー、集客方法をですね、えー、ご紹介するためのセミナーを開催しますということで、えー、ライフスタイルテクノロジー代表取締役のですね、島袋敏伸氏とですね、私、えー、名刺マーケティングコンサルタントのですね、新座とかですね、二人で、 えー、講演会をやります。えー、今月の17日火曜日、あやかりの森ですね。えー、12時12時半会場の、えー、13時から16時までということで、えーあ、2日間やります。あと、5月の26日木曜日もやりますね。2時、14時30分会場の、えー、開演が15時から18時、3時間。 たっぷり、えー、講演させていただきます。受講料が1万2000円でですね、あの、懇親会費もすべて飲み放題、食べ放題で、えー、含まれてますので、ぜひですね、セミナーを受けて、その後の質問も何度も何でもお答えしますので、ぜひご参加くださいということですね。はい。ありがとうございます。はい、長谷川さんはね、11日に売るまして、はい。やるという、はい、な、先日あの、 そうですね。中部倫理法人会の方で講演していただいたんですけど、あれね、面白かったですよ、はい。ありがとうございます。45分ってね、本当に短い時間だったんですけど、みんなびっくりしてましたね。やっぱり初めて聞くような内容だと思うんで、意外との、そういう、安易にね、経営者がでやっぱりこの一般の人が出るのとね、経営者が表で喋る言葉っていうのは、違いますか違いますからね。ちょっと、あの、なんていうんですかね、安易に、 走ってしまうとね、それ会社の意図として取られますからね。そうですね。はい、なるほど、そういうのもだんだんやっぱりあれですか、いろいろ。目の当たりにしてきてきた。そうですね。ちょっとありますよね。<laughs> はい、あの具体的なあの企業名はお話しできませんけど。はい、まあまあ最近だとね、大手、大手あの電気メーカー。 三、はい、代の社長にわたって不正をやってるといろがいですか。で、最近だと、まあ、ある自動車会社さんが、はいはい、あの、燃費のところをやったりとかって、うんうん、ああいうところも多分、広報がどういうふうにサポートするのかってやっぱ重要ですし、はいはい、あれもリスクマネジメントの一つなので、あれ当然、あの、そういう企業にも広報の担当者ってい,るんです、ね、いますよね,ね。ですけど、あそこで多分問題なのはあの、発覚してから記者会見をするまでのタイミングだったりとか、はいはい、どこまで言うのかって、やっぱり社内でいろいろなパワーバランスがあるんです、ね、は,いはい。その中で初めから広報がそこの中に入って、 ていれば、あの発表するべきだっていう発言が出るんですけど。はいはい、それがあのまあ経営会議ってよく多分会社ではあると思うんですけど、その中で広報が入ってないと。そこはおざなりになってしまって、隠蔽しようとするっていう作業が多分出てくるんですよね。はい、なるほど。広報っていうのを考えたんですよね、あの経営者と同じぐらい。 情報とかと、ね、そうですね、会社のこと知ってるけど、基本的にまあ第二の経営者って言われてるような形なので、はい、基本的に経営者と考えてることが一緒ではないと、はい、その企業の広報担当者っての、ね、はやっぱり務まらない、ね、そういうことですよね。はい、そこでずれがあると大変なことに、ね、なるんですね。なので、それを裏を返すと、中小企業ですと、経営者イコール広報担当者と考えるので、やはり広報のスキルっての、ね、はやっぱり重要になってくるっていうことですよね。常に見られてることを意識しているいけですよね。 特にだから今の SNS とかね簡単に発信できるの逆に怖いってことあるわですよね,すね長谷川さんこれ常々言ってますもんねそうですね怖いですね匿名性っていうのはやっぱり日本得意の文化ですけどそこもやっぱり気をつけなきゃいけないですよね、はいはいはい、まあ使えばいいところもあるけど あの間違えるととちょっと怖いことがある長谷川さんちょっと、ね、あと2分を切ったんですけどもね,あ,ねあ,のあとねあの大きなあのリーダーと呼ばれる方々にね一言お願いしたいんですけれども、はい、お願いしますすそうですねあの今まであの広告にばかり目をやられている方もいらっしゃると思いますけどあのちょっと一歩、客観的に見て広報ということはやっぱりあの考える時期に来てるんじゃないかなっていうのをやはりあのやってたと思うので、うん、ぜひそういったことを考えられるような。 環境づくりだったりとか、えー、とそういったあのサポートができるようなあの体制を僕の方でも作っていきたいなと思うので、皆さんちょっと困ったことがあったりとかね、あとはちょっとこういったことにちょっと相談したいんですけど、うん、っていうのがあれば逆にあの気にせず言っていただければよろしいのかなというふうに思います。はい そうですよね。逆にこう、企業だけじゃなくて、例えば、沖縄市のこれをね、世界に、ね、海外に広めたいとかね、うん、そういうのもね、長谷川さんやってくれるということですね。も、ま、う、あ、その経験も豊富ですのでね、うん、どういうタイミングで何を言えばいいかとか、あの、どういう見られ方をするべきかとかっていうのも全部打ち口してますのでね。でねあの、特にね、沖縄にこういうノウハウをね、第2、第3の白谷川さんをね、作っていけば、また県全体がね、盛り上がるんじゃないかなと思いますね。はい、長谷川さん、ぜひね、あの、その辺ちょっと、ね、 沖縄県民ですから。そうですね。ぜひぜひ、あの、お手伝いさせていただければなとす。ね。知識、ノウハウ、経験とかね、人脈をね、沖縄県のためにね。そうですね。使っていただきたいですね。思います。もう、こき使ってですね、長谷川さんこき使ってください。寝る暇も与えずにね。ちょっとだけ寝させていただきたいですたまにはね。子供と遊ぶ時間にはね。そね。欲しいですので。はい。わかりました。長谷川さんもあっという間なんですけどもね、本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。またあの、ぜひね、またあの、また別のテーマで。 えーね、参加していただいてね、はいろいろあのまたお話聞かせていただければなと思いますね。はい、はい、本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。